らいから人って服買わなくなるんだろうね。おっさんってさ、あんまり服買わなくなるじゃん。私服を着るタイミングが減るからじゃないの。あースーツでいいやん。スーツだから、はいはい、うん、ほら20代とかってさ、会社にスーツで行くけど、うんうん、私服もお金使ったりするじゃん、うんうん、あれってやっぱ結婚するとみんな辞めんの。異性に評価されたいからこそ着飾るわけじゃないですか。でもさ、異性が評価する上でさ、うん、高い服持ってるからで結婚する人あんまりいなくね。普通になんか収入多いやつと結婚したがる人が多いんじゃないの。高い服を着てる人と結婚したいと思うような人と結婚して楽しいの。経済的に余裕があるんだろうなっていう判断になるんじゃないかな。でもほら蓋開けてみたらさ、服に金使ってるだけで経済的にあんまり余裕がありませんでしたってなったらさ、揉めるじゃん。それは確かに。あのモテてやりしてしたいですっていう人たちがそういうところに行くのは全然わかるの、うんうん、服だけに金使って、うん、モテてあのいい思いしてでも結婚しませんとかあったらそれ正解だと思うのね、うんうんうん、行動パターンとして、うん、結婚するんだったらそれやってもしょうがなくねって思うんだけど。外車乗ってるけどそのすげえ貧乏みたいな人っているじゃん、アパート住まいみたいな、うん、あれは、ね、そういう意味では正解だと思うのよ、うんうん、それ狙いだから。いや君はね、君はそれで内面の輝きでねそれをカバーしてるのかもしれないよ、はあ、でもそれってさ、うん、服を買わなかった分資産として貯めてる人かもしれないじゃん。あんまいないんじゃないかな。そうなの。うん、やっぱり君もそうだよ。君もある程度やっぱ金増えてから割とちゃんとした服着てるようになったよ。あ、それあの彼女が買ってくれるから。まあだからそれに似合うステータスになるようにっていう。自分には買ってない。見た目であれば服じゃないじゃん。顔とかさ、まあ、体験痩せてるかどうかとかハゲてないかどうかとかじゃん。そうだけど。だってハゲデブで超いい服着てるとかってモテないでしょ。デブはきついな。まあ。